はい、おはようございます。9時、ちょうどね、7月1日の9時です。今から、帰ろうと思います。ちょっとね、ちょっとフラフラするんですけどね、今朝だったらね、まだね、調子がちょっと寝れなかったんですけど、でも今のうちにね、ちょっと家になんとかたどり着きたいなと思っています。今回ねちょっと長かったですね。1日2日のつもりだったんですけどね、やっぱ調子悪くて、この車の運転がね、ちょうどね、僕が住んでるとこってね、高速に乗らないとね、めちゃくちゃ時間かかるんですよ。だから高速に乗らなくちゃいけないのと、あとね、高速がね、一車線の高速なんですよ。で、ほんとね、怖い。都会のね、東京とか東北道とか、あの辺のね、高速とはちょっと違ってね、めちゃくちゃね、怖い一車線高速なので、ちょっとね、運転が非常に怖かったっていうのもありますね。ちょっとね、まだちょっとフラフラするんですけど、血糖値はね、今日はいつもよりはちょっと落ち着いていて、落ち着いてるって言っても普通の人よりは高いんですけどね。だからまあ今のうちに帰れたらいいかなというふうに思ってます。ちょっとね、最近っていうかこの2日ぐらいかな、 TikTok にハマってね、TikTok にハマって、結構なんていうんですかね、TikTok にハマったというかね、もともと僕YouTube の前はね、 TikTok やってたんですよ。で、今の携帯の前のね、今はソフトバンクなんですけど、その前ドコモで、ドコモの時の携帯でやってたんで、それがね、もうちょっとね、本人確認ができないので、ちょっとね、もうせっかく4万人以上いたんですけど、それがダメになって、その時の名前がね、今野京介、今回もね、今野京介で TikTok を始めました。2日前かな。でね、いろいろ、まあまだまだね、フォロワー数は少ないんですけど、水尾さん、ルマさん、あと、まあ、何人かの方がね、まあ、いいねをいっぱいつけていただいてね、非常に助かってます。本当嬉しく思います。気遣ってくれて、いいねをいっぱいつけてくれる。だから結構 YouTube の見ていただいてる方々がね、一生懸命その TikTok も応援してやろうというような、まあ姿勢でね、いいねをいっぱいつけていただいてる。まあ朝早くからとか、本当にありがたいと思います。TikTok にね、登録をしていただけるだけでね、本当は嬉しいんですけど、それにまたいいねをいっぱいつけていただいてね、だからほとんどの動画にね、全部面白くもないとは思うんですけど、いいねをつけていただいてね、非常にTikTok の場合ね、いいねの数が結構バズる要素になるらしいので、本当に嬉しいです。だから、登録していただいたことにも感謝。そしてね、いっぱいいいねをつけていただく、時間忙しい中でもね、時間を見計らってね、いいねをいっぱいつけていただくっていうこと、本当ね、コメントもね、本当はいいんですけど、コメントまでは僕は要求しません。いいねをつけていただくだけで、本当ね、感謝感激、本当嬉しいと思いました。だから僕はね、寝てる、まあほとんど寝てたんですけど、寝てる間にこういいねをいっぱいつけていただいてる方、本当ね、ありがとうございます。だからもしね、登録をしていただいてる方は、僕がアップしてる動画にね、いいねをいっぱいつけていただいたら本当に嬉しいなと思います。本当ありがとうございます。そしてね、 TikTok はね、まだまだ
僕のね、YouTube のリスナーさんっていうのは結構ね、TikTok をやる方々じゃないんですよね。だから TikTok に入るのはね、ちょっとなかなかね、勇気がいったり、入り方がわからなかったりっていうことでね、いろいろ悩みながらのことだったと思うんですけど、初めてね、TikTok をやられる方は、本当にありがとうございます。実はね、僕もね、4年前に YouTube やる前にね、YouTube やる半年ぐらい前にね、TikTok を始めたんですけどね、入るときはね、もう入り方もわかんないしね、機械音痴だし、どうしていいものかっていうことを悩んだんですけど、でもね、実際やってみたら簡単でね、で、検索でね、今野京介でやってもらったら僕が出るので、で、そこにアップしてるものにいいねをつけていただいたら非常にね、嬉しいなと思ってます。YouTube は YouTube でね、まあ今ちょっと、TikTok はね、昔ね、ダメになったアカウントの動画をそっちに今移行したりしてるので、撮り直しがいらないんですよね、今はね。だから時間もかからないしっていうことで、ちょっと TikTok は TikTok でやってみようかなと。YouTube はちょっとね、時間とね、体力がね、正直言って、で、それがあるんで、今ね、TikTok と YouTube とね、できたら両方できたい、やりたいんだけども、もし TikTok が良くなったら TikTok の方でもいいかなと。TikTok もライブできるのでね、まだまだですよ。1万人いかないといけないんですけどね、僕まだ百何十人なんで、まだまだなんですけどね。TikTok はね、若い子供とかね、学生とかを捕まえないと厳しいんですけど、僕の動画はね、どっちかというと学生向けじゃないんで厳しいかもしれませんけど、ちょっとね、もうすぐ59歳ということでね、うちの親父が亡くなった年にもう近づいてきてるっていうことでね、最後にね、ちょっと TikTok にチャレンジしようかなというふうに思いました。今回ね、いろいろ寝ててね、いろいろ考えることもあったり、まあ熟睡したりということでね、いろいろありましたけど、まあちょっとね、何かをしないと前に進まないということでね、で TikTok にちょっと頑張ってみようかなというふうに自分で思いました。どうなるか分かりませんけどね。だから TikTok ってね、収益化できるらしいんですけどね、フォロワー数が1万人いるらしいんですよ。だから今100何人なんで、まだほど遠いんですけど、もしね、一発二発バズればね、無理な話でもないので、バズるためにはやっぱり動画を出し続けること、それとやっぱりいいねの数とかね、コメントの数、これがまあ大事になるのかなというふうに思ってるんでね、やれるとこまで頑張ってみようと、そういうふうに思ってます。なんとかね、今日7月1日今9時15分、自宅に向かって、運転をしてます。ちょっとね、目がしょぼしょぼしてね、夕べね、帰らないかんと思ったらね、夜中のね、3時ぐらいに目が覚めて、これやばいなと思いながらも、ちょっとね、勇気を振り絞ってね、車に乗りました。